You always find me here when the world thinks that I've disappeared. You know just where to look. You know just where to look. And you, you have a heart of gold. And I look forward to growing old, 'cause I'll be old with you. Oh, I'll be old with you. こんにちは。こんにちは。今日は上田に来てます。そう、上田をちょっとフラフラしてみようっていう回です。はい。あんま来たことないから、ね、あ、よく来てるか。よく通るけど、上田の街中をフラフラするっていうことはないもんな。そうだね、うん、初めてか。お城があるから多分城下町な感じなんじゃないかなと思ってね。うんうんうん。だけどやばいかもな、今28度。暑いね。やばいな。上だって暑いんだ。ねえ、2時もう過ぎてんのにな。うん。まずね、上田城址公園に車の駐車場があるから、1時間100円ぐらいで。うんうん、ああ、安いね。うん、そこに停めて、今日キャンピングカーだから、うん、でそこは止めていいみたいだから、うん、そこに止めてお城見学して、うん、でその後ね、北国街道の柳町っていうちょっとした通りがあるみたいだから、そこら辺行ってフラフラしたり、うんうん、まあまああれだね、上田の街中をちょっとフラフラしようかな。はい。あ、前来たな、この中華屋さん。あ、そうそう、めちゃくちゃ美味しい中華屋さん。美味しかった中華屋さん。ここだよね。そうそう。さあ、もう街中の、これはもうお城のところじゃない？違うか、まあ、わかんない。お城の方に行ってるのか、なんか初めてだからな。あ、そうそう、この真正面ぐらいがお城かな。で、駐車場はもうちょっと先かな。お城のね、横丁、北側にあるみたい。あ、いいね。うん、そう、上田城。上田城は左側で、お土産どころがあって、ちょっと先か。うん、ここです。ああ、すごい。最初の1時間は無料なんだ。すごいね。上限1000円だって。ああ、いいね。広くて。広くていいじゃん。入り口も全然キャンピングカー大丈夫だし。はい、駐車できましたから、行ってみましょう。暑すぎるぜ。暑すぎるね、ちょっと。夏だな。どこに行く？まず、お城？ね、うん。あっちか。うん。なんかすごいね、ここ。そう、テニスコートがあったりね。めちゃくちゃ暑い。ダメだ。なんかあったよ。あ、左の方なんだね。あ、外なんだ。今ここだ、うん、これ左ずっと歩いてったらいいんだね。ここが駐車場。日の丸があって、へー、本丸跡ね。行ってみようか。こっち行ったらいいんだ、うん、遊園地だ。遊園地があるの？なんでだろうね。姫路城も横に動物園あったしさ。あ、そうだね。ねえ、お城の横ってなんかあんのかな。土地が広いのかな。あー、すごい。え？カメいる？本当だね。うわ、超かわいいのがいるじゃん。なんか足に藻がついてると思ったら子カメか、あれ。2匹いる。一緒に泳いでるんだ。本当だね。お、見えてきたよ。あ、見えてきた。すごいね。真田石だって。大きさ大きそうらしい。ああ、大きいもんね。へえ。これが真田石か。言っとったね。こんなの。
あ、やぐらにもお金払えば上がれるんだね。そうだね。で、あ、本当？で、真田神社っていうのが中にあるの。真田井戸。へえ。一般300円。へえ。まあちょっとくるっと歩いてみようか、まずはね。やっぱお城はないんだね。ね、城址公園だからだね。真田神社。あ、すごい眺めがいいじゃん。真田井戸。え、伊勢神宮内宮、え、そうなんだ。お、真田幸村。伊勢神宮内宮遥拝所だって。そうなんだ。伊勢から遠いからここで拝むために設けられた。へえ、そんなんだね。この井戸からは抜け穴があって城北の太郎山麓、おお、抜けれたんだって。へえ、面白いよね。わ、いい音。合格祈願？必勝祈願。すごいじゃん、でも第一志望に合格しますよね。ああ、だからそういう神社だからでしょ。必勝祈願の。そう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 、そういうこと。えい。ああ、本当だね。鹿の角だ。鹿の角っぽくない？本当だ。撮影ベストスポットだよ。ここが？へえ。大きいよね。上田の現在地ずっと行って市役所の方に、ちょっと町の方に歩いて行ってみる、うん、はい、これからまっすぐさ、うん、こうズドンと歩いてって、うん、いいみたいだよ。 OK、 あ、下も歩けるんだね。すごいじゃん。下いいね、涼しそうだね。そうなあ、結構周りを散歩できる。そうだ ね、 ね、犬と散歩とか、ね、あ、ここいいね。桜の時期良かっただろうな、ね、これ桜だもんね。上田のエリアマップ、今が市街地エリア。あ、あ、広いんだね。美しが原とか入るんだ。そうなんだ、ね、で塩田別所温泉だね。で丸子エリア、うん、真田エリアって あるよね、あっちの方。菅平行く途中にね。そうそうそう、で菅平だ。でもそこ行ったら上長野だもんね。いいね。へえ、分かりやすいね。ノーキャップいいね。ああ、これね、街中になってきたじゃんね。え、ここら辺がなんか、うん、駅前の商店街っぽいね。ああそう、あ、駅が右の方か。ちょっと何、レトロじゃんね。ね、富士アイスがあったから行ってみようと思ったんだけど、超混んでるな。やばいな。え、めちゃくちゃ並んでるじゃん、富士アイス。どうしよう、まあ並ぶか。ね。
うん、うまい。会えました。すんげー待った。5分以上待ったんじゃない？もっと待ったかも。なあ、みんな10個とかさ。じゃあ30個ぐらい買ってた。あんこ、クリームかな。そうだね、これあんこだよね。そうだよ。どっちだったっけ。あんこ、あんこ、はい、超焼きたて。うわ、ほんとだ。いただきます。うん、おいしい。熱々だ、本当。大やけどした。反対がないんでさ。あ、うまいな。これさ、前に来たね、日照亭。上田のソウルフードでしょ。あんかけ屋さん。めちゃくちゃ混んでたもんな。夜が5時半から北海道柳町。短いっぽいけどね。雰囲気あるね。ねえ、雰囲気があるね。面白いじゃん、うん、面白い。え、すごいじゃん。ワンデーシェフのお店。へえ。ナボ食ね。え、面白い。あ、なんかすごそう。なんかお水汲めるのかな、飲めるのかな、ちょっと見てみよう。おお。うん、おいしい。
じゃあお名前横にクレープ屋さんですか。あ、クレープ屋さん。ねえねえ、店構えから超おしゃれだもんな。ねえ。今日はテイクアウトで、フランス産エシレバターとお砂糖と、フルーツミックス生クリーム、530円。すごいよ、見て。超可愛くない？これ。Please ring the bellって書いてあるよ。美味しそう。こっちのあったかあったかいのめちゃくちゃうまそう。パリパリでさ、うん、超いい匂いするもん。やばいよ。ね。さあ、駐車場もそこだから車で食べよう。さあ帰りました。早速いただくぜ、俺。そちらも。うん。いただきます。やべえ、めちゃくちゃうめえ。いい音するね、それ。うん、うん、まっ。食べてみ。うん、すごい。このパリパリの好きなんだよな。うまっ。おいしい、これも。しかし、あっちい。あっちいね。燃えそうだね。30度だもんな、もう。うん、うん、もうやばい。あまりに暑いからエアコンつけましょう。いい。うん、ぜひね。エアコンでしょう、こりゃ。もう暑いよ。ねえ。この前改造しといたからさ。うん。うん、よいしょ。おー。いいでしょ。いい感じ。いいでしょ。うん。これダクトつける用なんだ。いらないかな。どうだろう。いらないよね、今は。な。じゃあ、やってみます。今、29.8度。で、ここの色が、青だと冷房。うんうん。黄色だと暖房。で、この白だと送風。冷房でお願いします。冷房でいきます。で、しかも、マックスで行く？マックスで行くか。うん。お、今ね、外が29度、29.6度で、外に今ね、もう一個、あ、ここが中の温度で、これ今もう一個外にセンサー持ってったんだけど、うん、これから多分温度変わると思う、うん、あ、時間も見とく。一応夏本番だから。そうだね。開始5分ってところ、すごいよ。どんどん下がっていく。週4度 26.4 度まで下がった。そして消費電力が 520W だね今。うん、おお、結構使うね。うん、でもまあまあ、でもまだ 7% しか使ってない。わー、あー、涼しい、本当に天国だね。ねえ、本当に。このさ、車のエアコンとさ、うん、違うのが風がすごい、風量がすごいよね。風量すごいね。うおー、すごい。あ、そうそう。でさ、前もねちょっとやってみたんだけど、これこう、こっち側に流れる傾向があるんだよね、こう、わかる、風がね。うんうんうん、そうそうそう。なんかこのダクトつけてみよう、ちょっと。ああ、いいじゃん、これで。おお、いいね。これでコントロールできる。あ、最高。こうもできるし、こうもできるし。涼しい、最高。すごいね。これは涼しい。このウェーブ2はさ、インバーター制御だから、多分今これ
ちょっと弱まってきたんじゃないかな。どうこれ、あほら330ワットになった。で吹き出し口の温度がさっき14度台だったのが17度になって、うん、でもその結果あと3時間半もつってだいぶ弱まったみたい。周囲温度が27度、あ結構下がってきた、3度ぐらい下がってきた。涼しくなってきたね。涼しくなってきた、うん、86%、14% 使ったんだけど、うん、吹き出し口が17度ぐらいで出てて、うんうん、時間はねちょっとこっち20分経った、うんうん、でちょっとね思ったより下がりが悪いんだけど、うん、これもう仕方なくてすんごい直射日光当たってんの今外。こんな感じ外は。もう夕方だけどすごい太陽がねがバンバン当たってるから、多分壁ちょっと厚いからね仕方ないと思う。壁がねこんな感じ、暑いとこだと33度ぐらいこの壁のところ、うん。よしでは行きましょう。はい、買い出しと夕飯と温泉だね。うん、オッケー。あれやばいじゃんこれ。本当じゃん、買っちゃうじゃん。え何ここスーパー、え、うん、すごいじゃん。何ここ、すごいよ。えすごいじゃん、第2まであったしな、うん、何ここすごくない、すごい、ね、この規模、え本当に市場みたいじゃん。夏暑そうだな。へえ、なんか面白いスーパーだったね。面白いスーパーだった、うん、本当によくわかんないね。うん、なんか市場っぽいけど普通のスーパーっぽかったしね。そうだね、うん、なんか不思議な感じだった、不思議だった、うん、買い出しもできたから、はい、次は温泉に行きます、うん、今夕飯も買い出しね、うん、なんか行こうと思ってたとこが入れなくてさ、ちょっとね道が細くて細すぎて、うん、キャンピングカーがね乗りそうだったから、なんで今のスーパーで夕飯も買えたから、うん、でもうちょっと時間が遅いからさ、うん、先に温泉行っとかないとやばいもんね。そうだね、うん、そろそろ閉まっちゃうから、そうそう、先に温泉に行って、であとでご飯食べましょう、うん、で今からはね、うん、室賀温泉ささらの湯っていうところに行きます。初めてだね。初めて。上田から西の方に向かって安曇野に行く手前のとこだね、場所的には。で青木村ってあるじゃん、うん、青木村のすぐ北ぐらいのところ、うん、まあ、別所温泉もわりかし近いかな。近いけどちょっと、まあ、もうちょっと別所温泉より上の方か。あこの室賀っていうところ、あ室賀っていうあれか、ここ右だね、じゃあ、うん、okay、お出てるじゃん、これか、ささらの湯5キロ、うん、へえ、美肌の湯だってよ、賛美の湯だってよ、すごいのかな。 150m で右、これだな、これだ、大きいね。結構大きいね。あれなんか公共のちっちゃいところかと思ったらすごいところじゃん。ねえ。温泉入り口左。正面はまっすぐ。あ、ちょっと待って。上大丈夫？あ、ダメだね。入れないな。上ダメじゃない。ダメだな。上ダメです。すごいね。これこんなんもあって。食堂があるね。これ食堂か。ささら食堂。暗くてわかんないけど。これが温泉だな、うん、はあ、よし行ってみる、うん、お夜になって涼しくなったね、9時までギリギリじゃん。朝風呂があるんだよここ、300円でいいね、うん、書いてないけどホームページに書いてあった。広いなすごい、漫画とかあった、広いね、わかんない、どこだお風呂は、ある、じゃあ車でね。ここの温泉めちゃくちゃ良かったな、やばいです、硫黄なのにぬるぬるの美肌の湯な感じ。最高だったね。最高でした。ここのお風呂ぬるぬるだった。ぬるぬるなのにさ硫黄の匂いがするの、そうそうそう、不思議だよね。まあ硫黄はそこまで臭っ濃くないんだけど、うん、匂いは、うんうん、だけどぬるぬるでさ、うん、ああ
最高。最高だった。こんなのが上田にあるなんて知らなかったね。知らなかったね。南信州にしかないと思ってた。そうそう、ぬるぬる温泉が、ね、しかもさ、500円なの。500円でめちゃくちゃ広いの。うん、露天も2つあるし。あ、そう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 、ね、洗い場も2つなかった。洗い場もなんか露天の奥に洗い場とか言ってあった。あったよね、うん、あった、うん、すごいよ。さあ、夕飯にしよう。いただきます。おいしそうだね。最高だね。うん、どう？うまい。おいしい。醤油ある？いただきます。あ、どう？めちゃくちゃうめ。私もたっぷりな。うん、おいしい。おいしいね。うん、これはどう？カツオのチラシは。うん、おいしい。おいしいよ。いいね。おいしい。このシャキシャキした玉ねぎと、 ね、あとさ、こういう薬味とね、あ、いいね、よく合うよ。ちょっと説明を。こういうね、ダクトが最初からついてて、うんうん、これでこれも簡単に取れるでしょ、うん、でダクトもう一個これついてて、この太いのがね、あ、こっちも細かったでしょ。本当だ。でこれ後ろの排気用のダクトなんだけど、うん、今うちはね、この後ろの荷物室で排気のところを循環させてるからなってるので、後ろのすごい熱い風がこう出て、うんうん、こっちからこう吸って、ここでこういう循環してるんだけど、後ろのまあここが普通の家庭用エアコンでいう室外機の部分ね、うんうんうん、だここもな、後ろちょっと窓開けとこうか。あ、うん、こうでいいよね、うん、このウェーブ2なんだけど、もともとウェーブっていうのが出てて、うんうん、それよりもね、重さが3キロ軽くなってて、もともと 17.5 キロあったんだけど 14.5 キロまで減ってるの。だいぶ小さくなってるんだよね、うんうんうん、で、動作音、作動音っていうのかな、うん、それが55デシベルから44デシベルになってるから、うん、かなり静か。あ、うん、いいよね。そうだね、うん、うるささあんまり感じないよね。コンプレッサーの音っていうよりなんか風がボーボー言ってるだけの音だから、うん、全然気にならない。そうだね、これなら、うん、でね、俺らもこうやって今車にポンと置いてて、うん、まあ、うちの車はね、後ろに荷物室があるからこうやって後ろと縁が切れる使い方してるけど、このダクトが2つ入ってるから、うんうん、これをね、この排気側のところに2つつけてあげて、うん、窓の外にこう出し入れして、うんうん、外でこう循環することができるから、うんうん、それができたら車の中暑くならないで、うん、よりよく冷やせるようになるから、うんうん、まあ、このキャンピングカーと同じような使い方でできるからすごい便利かな。車に置く時の設置工事とかさ、そういうのがいらないのと、うん、でもう一個これドレインフリーになってて、排水ホースがいらないのね、うん、排水が後ろの熱交換換気のところの熱で蒸発して排気の空気と一緒に排出されるようになってるから、水が溜まってくっていうことがないんだけど、うん、あまりに湿度が高いような状況だと蒸発するスピードが間に合わなくてちょっと排水が溜まることがあって、そうなるとここのね、ここにマークがあるでしょ、これね、うんうんうん、コップのマークみたいなやつ。そうそう、コップのマークがこう満タンになってきたら水が溜まってるから、うんうんうん、自分で排出してくださいっていうこと。でこのウェーブ2になってから能力も高くなってて、冷房が 1500W、 暖房が 1800W で、そう、これ暖房も使えるんだけど、うんうん、でこれ単体で 14.5 キロでしょ、うんうん、でこれ下にね、ここにバッテリーパックをこれつけてるんだけど、うんうん、このデコフローウェーブ2用の専用バッテリーパックがあって、うん、これが 1159Wh、 うん、で重さが8キロぐらい、うんうん、取った状態でもAC コンセントにつなげばもちろんできるんだけど、うん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 、で今これはもうこれ単体で動かしてる。あ、バッテリーパックを使ってっていうことね、うん、でコンセントにも刺さずに動かしてる、うんうんうん、でこれの充電方法なんだけど、うん、4通りの方法があって、まずソーラーパネル、うん、ソーラーパネルつなぐと最大 400W の入力ができるから、うんうん、今これさ、だいたい使ってる力が 300W ぐらいじゃん。だから 400W のソーラーパネルやれば、うん、どうだろう、まあ、300W ぐらいなんとか多分発電してくれるから、うん、それでいけばもうずっと使い続けられるような感じでしょう、まず。でそれからシガーソケットね、うん、のソケット使うと最大入力が 200W、うんうん、
でそれから AC コンセントさせてやると最大入力が 820W、うんうんうん、であとはデルタプロとかエコフロー製品ね、デルタマックスとかデルタプロとかだと専用の DC-DC 接続ができて、それをすると最大入力が 800W でバッテリーパックが充電されるみたい、うん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 、それが多分一番効率がいいと思うんだけど、うんうん、でまあエコフロー持ってない人ももちろん大丈夫、バッテリーパックがあったら大丈夫だし、でもちろんバッテリーパックなくてもこれは使えるから、うん、その場合は単体で 14.5kg で使えて AC コンセントにつなげばいいと、うんうん、でまあその時はあのポータブル電源とかが必要になるんだけど、うん、でこの Wave 2だとさ、あのインバーター制御だから突入電流がそんなに大きくないから、うん、そこまで大きなポータブル電源じゃなくても動かすことができる。なるほど、うん、なんか結構メリットあるよね、うんうん、次運転モードが何種類かあって、うん、ここがモード切り替えのボタンなんだけど、お休みモードでもう一回押すと省エネモードで、もう一回押すと自由に選べるモードね、温度自分で設定する、こうやって、うんうん、で例えば20度にしておきますと、で風速がこっちにあるの、うーん今1で、うん、これでマックス、うんうん、かなり強いで、また戻すと弱くなるよって。でね、これでもねそんなに電力変わらなかった、消費電力変わらなかったから、うん、ここはそんな気にしないで良さそう。あここがまずモード切り替えでしょ。でこっちがこのエアコンとか暖房とか送風を切り替えるボタン、これすると暖房で太陽マーク、うん、でもう一回押すと送風、うんうん、冷房モードから暖房モードに切り替えると何分かちょっと止まるみたい、うん、あのコンプレッサーに負荷がかかるから、うんうんうん、で送風モードだとただ風を送るだけですよっていうモード。なるほど、うん、これは別に冷たい風も出ないで、うん、ただの扇風機、うんうんうん、っていう感じ。じゃあエアコンにしとくね、うん、で運転音がさっき 44dB って言ったけど、マックスが 56dB だね。で定格の消費電力が AC で 560W、うんうん、で DC で 505W だから、さっきマックスだったね、だいたい500ちょっと出てたでしょ、 500W ぐらい出てたから、うんうんうん、でさっきのはこのバッテリーパック使ってるからさ、うん、DC の DC で動いてるはずだから、うーん、500W 出ると、まあ、冷房能力として1500W ぐらい あの冷却能力が出てますよっていうこと。まああの条件によるけど理論値で言うとそういうこと。でちょっと今これ止めて後ろのところだけねちょっとやっとこうかなと思います。どっちと思う？あ、こうだね。これも最初からついてるんだよね、両方とも、ね、3個ともね、うん、こうか、はい、こうで一応前もつけとく。でダクトが2つついてるから、うん、でこうするとこれほんと便利、ぐるっと回すだけだからね、うん、ほらこうでこうと、それでこうね、こういう感じで、こういう感じで窓から外に出すという感じ、うんうん、うん。